ええー、じいさん、今日も天気がいいから俺は機嫌がいいんだ。そうだ、褒美を取らせよう。死刑だ。好きな言葉は平楽飛行。どうも、ありがとうございます。おっす。まあ、このガチ実践ももう第33弾で、まあ、ちょっと皆さんも飽きてきたんかなと、思う今日この頃ですので、先日コメント欄でなんか罰ゲーム的なことやった方が面白いんじゃないかっていうコメントをいただいたんですよ。でそうやなって思ったんで、皆さんからご意見を募らせていただきたいと思います。でどういう内容かっていうと、ほら自分ペラボンとか激アツ演出の時にここで外せばなんとかみたいなやってるじゃないですか。あれに近いようなもので、今日のガチ実戦負けたら罰ゲームっていうような面白そうな企画を、皆さんよかったらご意見コメント欄でいただきたいんですよ。その中から、採用された方にはもっとささやかではありますけれども、プレゼントを何か考えたいと思います。ただまあアホやからこんなアホみたいなことやれよっていうようなノリじゃなくて、一応このチャンネルのこととかをちゃんと考えてくれてるなと思えるようなコメントの中から一つだけピックアップして、負けたら何々っていうような企画をやっていきたいと思いますんで、ぜひ愛のあるコメントをお待ちしております。はい、というわけで今日は特定日ということで、すごい朝から人数がいます。こういう日にしかアクロスケはおそらく設定入らないだろうと思いますんで、まあ、とは言っても最高設定5ですからね。5か、5、5、深い割り 105-6% のものも入れてくれない。鬼のような店。というわけですが、まあ、こういう日しか狙えないので、まあ、一応花火の狙い台空いてれば行きたいと思います。でもそれが無理であればいつも通りのディスクアップということで頑張りたいと思います。それとですね、今日は彼女も来てるんですが、北斗無双を売ってもらおうと思います。まあ 1K ベース17、18のお店なんでかなり危険な香りはしますけれども、北斗無双チャンネルの方でそれはアップしたいと思いますんで、そちらの方も合わせてご視聴のほどお願いいたします。
さいね。あーもうやめて。おい、チキンだ。 Right center。
お前はもう死んでいる。やめやめや。お疲れ様でした。なんとか当てました。設定はいつも通りの圧倒的な位置で、それでもなんとか形になるのがディスクアップかなと。ある意味ディスクアップらしいこれも出方かなと。ただ個人情報を言いますけれども、今年の12月の1日で40になります。そんな大の男が、プラス400万Thank you.